ブサラクです、本日はこちら、マグライトの紹介っていうかちょっと分解が主かなの動画を撮ってみようと思います。それでは行ってみましょう。さてそれではやっていこうと思うんだけど、まずこれ外観的にスイッチがないよね。わかるかな、どこにもスイッチないんだけど、これは頭をひねることによってそれがスイッチになるね。こうやってひねって緩めると、電気がつきます。こんな感じだね。以前やったこっちは締め込むことで電気がつくんだけど、これはその逆だね。締め込むと、わかるかな、締め込むと電気がつきます。それに対しこっちは緩めると電気がつきます。まあそういう違いがありますよと。まあそんだけだね。じゃあやっていきましょう。さてそれでは今からバラしていくんだけど、まあ目的としては電球が切れた時にね、まあ変えることができればいいかなっていう感じかな、そんな感じでバラしていきます。じゃあまずは電池を抜きましょう。でいきなり多分ちょっと説明書とかもうこれないからね、載ってるかもしれないけど、あのね、まずこうやって外して電池を出すのはいいんだけど、こっち実はわかるかな、中にねうまく映るといいんだけど、替えの電球が入ってるのわかるかな。ちょっとここをバラしてみましょう。実はこれスプリング、無理に引っ張ると伸びそうなんだけど、実はそんなに無理に引っ張らなくてもちょっと引っ張るとこうやって外すことができます。そしてはい、中に電球があります。これもちょっと出してみようか。これもね出すとね、はい、映るかな、こんな感じでカバーに包まれていて、さらにまあこれ端子だね、まあそれはいいや、こう出してみるとこれが新しい電球だったりします。こうやってちゃんと予備のことも考え、あの非常事態っていうか予備のことも考えられてるからね、マグライトさすがだね。はい、そんな感じでございます。じゃあ戻していくとこんな感じかな。であとはこれもちょっと押さえ込めば、はい、今パチンと音が鳴ったね。こうやって、取り付けることができて元の通り戻すことができます。はい、そんな感じだね。これはこれで大丈夫かな。さてお次は上の方なんだけど、回し切ってやるとこうやって外すことができるから、さっきの電球と切れた電球をただこれ差し込んでやるだけだからね。また同じようにこうやって付け替えてやればそれで OK だね。まあそんな感じの、電球交換になります。じゃあせっかくだからもうちょっとバラしてみる、ちょっとやってみようか。はい、じゃああとはまあそんなに重要じゃないんだけど、実は、ここも回すことができます。はい、こんな感じで外せるかな。はい、こんな感じで取り外してリフレクターも外すことができます。であとはここにも、防水用のパッキンがオーリングがあったりするね。はい、こんな感じで防水の対策もされております。ここはこんな感じで大丈夫かな。はい、まあこんなもんだね、ここはね。はい、あとはこの辺なんだけど、おっちゃん的には多分ねこっちの方が重要になってくるかなと思うね。あのねこれね結構電池とね電池ボックスってまあ胴体これ結構サイズカツカツだからね、例えばこうやって新品ならスルスル入ってこうやって出せるんだけど、ずっと入れっぱなしなんかしといて
したりなんかして、古い電池だと例えば膨張したりとかするともうそれで取れなくなっちゃったりするからね、液漏れするともう最悪だね。その場合は押し出してやらなきゃならないんだけど、そのためにはここを取らなきゃならないの。じゃあ今からそれをやってみようと思います。これさえ取ってしまえばあとはただの筒だからね、ここはね。じゃあやってみよっか。はい、じゃあなくさないようにここ爪で引っ掛けるかなんかしてこうやって外します。はい、こうやって綺麗に取れてくれるからね。まずこれが一つ目のパーツだね。であとは中を見ると、あー見れるかな、中を見るとこうやってパーツがあるんだけど、これは表からは取れないからね。電池を抜きたい場合はまずこの頭を外して、鉛筆とかこの内径より細いやつでこのパーツを押してやればいいね。こうすると下から全部抜けてくるからね。はい、そんな感じで、あとは中ガランドでございます。うまく映るかな。まあいいや、そんな感じで、電池を抜くことができます。であと電池を抜いた後はこれを戻すだけだね。わー、ピント合うかな。これを戻すだけだね。中にはこんなパーツが入っているようでございます。裏を見るとこんな感じになってるね。これが端子だね。あー、うまく映るかな。これが端子だね。これあと落としやすいから気をつけないといけないね。これも端子だね。じゃあ落とさないように気をつけて、あとは戻していきましょう。こんな感じだね。まずは中に入れの電池で奥まで送っていきます。はい、こんな感じかな。するとこうやって頭が出るからね。じゃああとは電池で電池を指で押さえのこのキャップを元に戻します。はい、こんな感じだね。はい、お分かりでありましょうか。リフレクターをねじ込んでこう下ろすことによって接点が外れて消灯するって感じだね。緩めるとこれがこのスイッチがこうやって浮き上がるもんで、内側の接点がひっついて電気がつくっていう感じだね。はい、そんな仕様でございます。これで仕組みが分かったね。じゃああとはキャップを閉めの、はい、こんな感じで閉めの、通電すれば豆球を刺した時に、点灯します。じゃあ差し込んでみると、はい、こんな感じだね。点灯したね。 OK だね。はい、あとはリフレクターを戻してやれば完成だね。はい、以上でございます。あ、そうそうそう、あと一つね、豆知識は多分これも説明書に載ってるかな、確か載ってたと思うんだけど、このリフレクターをテールに差し込んでろうそくみたいにね、こうやって使うこともできます。はい、今回は30年ぐらい前に買ったこのマグライト紹介してみました。いかがでしたでしょうか。ちょっと販売サイト調べてみたらね、現代の仕様に合わせて LED タイプのマグライトもあるようでございます。で、この豆球タイプのも未だにあるみたいなんだけど、まあさすがに LED の方が、今の時代買うんだったら LED の方がいいだろうね。はい、そんな気がいたします。まあそれぐらいで大丈夫かな。まあそれぐらいしか喋ることはないね。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。